船橋市では人と動物が仲良く暮らせる街づくりを目指した様々な取り組みを行っています。今週の船橋シティニュースは、動物の正しい知識やしつけ方などの普及・啓発を行っている動物愛護指導センターについて詳しく特集でご紹介します。船橋三番瀬海浜公園に向かう途中、港を見下ろす橋を渡ると犬と猫の絵が描かれた建物が左手に見えてきます。動物愛護指導センターです。平成19年に開設されたこの施設は、飼えなくなった犬や猫の引き取りや譲渡、動物に関する相談、動物愛護の啓発などの業務が行われています。職員は計12人、獣医師をはじめ犬の捕獲などをする技能員らが毎日保護されている動物たちの世話や健康管理などを行っています。捕獲をして、飼い主を待っている犬が3頭、それから、譲渡のために準備をしている犬が6頭、20頭ぐらいは猫がいます。そういった犬や猫をうちの方では、少しでも譲渡したいということで、いろんな健康チェックを含めて、対応しています。センターには講座や教室が行われる多目的ホールをはじめ、不妊去勢手術などを行う手術室や怪我の手当てをする治療処置室、手術器具の滅菌や検査を行う臨床検査室などが設けられています。また捕獲や引き取りによって保護している犬や猫の部屋があり、昨年度は犬56匹、猫307匹が収容されました。動物愛護のウェイトが大きいんですが、例えば愛護教室といいまして、小学校中学校の方にお伺いして、犬を実際に犬の心臓の音を聞いていただいたりとか、命というものを認識していただくような、そういった愛護教室をやっています。飼い主や環境に恵まれない犬や猫の数を減らすための活動を続けている動物愛護指導センター。動物に対する正しい知識を持ってもらうためのさまざまな教室や講座を開催しています。犬のしつけ方教室は、犬の本能や習性を理解し、正しいしつけ方や飼い方を学ぶ基礎講座と、愛犬と同伴で実践しながら学ぶ実技講座の二部構成で行われています。講師は千葉県動物保護管理協会に所属し、獣医師の資格を持つ石田照子先生です。難しいしつけのためのさまざまなトレーニングのコツをアドバイスしていました。引く、引っ張る、引く、引っ張る。で、基本的に災害の時に困らないためにハウストレーニング、それからトイレトレーニング、行動とかむやみなところで排泄をされられると非常に困りますので、そういうことを踏まえて飼い主さんにも習ってもらうということを中心にしました。しつけのポイントは、触らない、喋らない、見ないという察し見が基本と話す石田先生。犬と向き合うときは常に真剣勝負を合言葉に、飼い主と犬に厳しく指導しています。犬の動きをコントロールするためには、大好きなおやつなどを使い誘導するようにします。まずこの今持ってるものがいいものかどうかっていうのを、犬が喜ぶものかどうかっていうのを確かめてるわけ。で、確かめたらこの子欲しがってますから、ちょっと動かします。動いたらあげてください。わかりました。また首やお腹のマッサージ、歯磨きなどのお手入れも愛犬が元気でいるためには欠かせません。そうそうそう、終わり。わかる。ちょっとコリンとするとかありますよね。はい、そのおへそのところから自分の指一本ちょっと下あたり、そこが
丹田って場所ですから、ゆっくりとゆっくり触るか触らないかのタッチで、ハウスの、入れ方、出し方などとても参考になりました。いつもお家では暴れちゃってあんなにおとなしくならないんですけど、すごくお利口さんになっちゃって、今日来てよかったなとすごく思いました。継続して、いいしつけができるようにやっていきたいですね。犬の飼い方を改めて学ぶことのできる犬のしつけ方教室は年に5回開催しています。その他、動物愛護指導センターでは収容している犬や猫を市民の方へ譲り渡す譲渡会を定期的に開催しています。どうしても飼えない事情があって引き取りをした犬や猫、あるいは捕獲して飼い主が現れなかった犬、そういった犬や猫を収容していますので、少しでも助けたい、殺処分したくないということから譲渡会というのを開催しています。譲渡の条件は、犬や猫の習性を正しく理解し、生涯にわたって世話ができることです。参加者は、動物の飼い方や食事、病気などを学ぶ譲渡前講習会を受講してから、犬や猫と対面します。少しでも幸せな子が増えるならば、すごいいい取り組みだなと思っています。飼うにしてもきちんと避妊手術とかそういうことをきちんとしながら猫を飼ってあげないと、本当に猫自身がかわいそうだなって思ってしまいますので、そんなふうに痛感したりします。我々としては、皆さん飼っていただく方々にぜひお願いしたいのは、飼い始めたら最後まで、死ぬまで面倒を見ていただきたい。途中で、その命を、放棄をしたりとか、そういった事態にならないように、ご協力をいただきたいし、我々としてはそういったサポートをしていきたいと思っています。動物にはそれぞれ違った習性があります。ペットを可愛がるだけでなく、動物特有の習性を理解しておくことが良好な関係を築く第一歩となりそうです。続いては、ビビット南船橋で行われた動物愛護指導センター主催のイベントの模様をお伝えします。先月22日、ビビット南船橋で、人と動物が共生できるまちづくりを目指してをテーマに掲げた仲良し動物フェスティバル in 船橋が開催されました。参加団体による出展ブースや専門家による健康相談コーナーなどが設けられたほか、ステージではペットのしつけ&マッサージ教室などが行われました。ゆっくり、ちょっと立ってないで教えて。山地区2つあります。山地区2つ、人間も同じ。人間もですね、ストレスがかかってイライラすると、ここをゆっくりと、眉毛の眉頭のところをゆっくりとかってマッサージします。仲良し動物フェスティバルには様々な団体が参加しています。被災動物支援や聴導犬の普及など、各ブースでは活動内容についてスタッフが熱心に紹介していました。こちらは日本愛玩動物協会千葉県支所のブースです。手作りの段ボールの家で生活する犬、被災した地域をさまよう猫、日本愛玩動物協会千葉県支所では東日本大震災の被災地で撮影された犬や猫の写真を中心に、災害に備えた飼育方法などを説明していました。ケージの中に入れない子っていうのがとても多かったんですけれど、そういう子はやっぱりとてもかわいそうな思いをするので、特にハウストレーニングのようなものというのはとても大切だなということを皆さんにお話しさせていただいてます。こちらは千葉県獣医師会慶応地域獣医師会のコーナーです。動物の健康相談やペットの居場所を探せる有効な手段として注目されているマイクロチップを使った最新の迷子対策を獣医師が紹介しました。
マイクロチップに関しては特に災害時に非常に有効であるということが東日本の震災とかでも言われてまして、居場所が探せるわけではないんですが、保護したワンちゃんがどちらの飼い主さんのワンちゃんなのかと猫ちゃんなのかっていうのがリーダーでもって番号が出て分かりますので、保健所とかで保護がされた時に必ずリーダーをやりますので、皆さんに入れていただくとすごくいいものだなと思います。聴導犬の普及活動を行う団体は全国におよそ60頭しかいないと言われている聴導犬の役割や仕事内容について解説していました。また聴導犬によるデモンストレーションも行われ、タイマーやインターホンなどの音を知らせてくれる様子が披露されました。ジャミー君、目覚まし時計の音に気づいたらですね、寝ている人の上に乗って、はい、布団をひっかいて起こしてくれるんですね。はい、よくできました。聴導犬の認知度も低いのが現状ですので、一人でも多くの方に聴導犬をしていただいて、耳の聞こえない方が生活しやすい社会になっていくように活動していきたいと思います。ステージでは我が家の愛犬愛猫を撮影した写真コンクールの表彰式や正しい動物の飼い方を題材とした劇のほか、市内で活動しているサークル FEL ドッグクラブの団体競技が披露されました。その他、動物のお医者さんになろうのコーナーでは聴診器を使って犬の心音を聞くなど獣医の仕事が体験できるとあって多くの子どもたちが参加していました。犬の胸をやるときに私もドキドキしました。お医者さんになったらこんなことするんだなとかいろいろできてよかったです。動物と上手に付き合うための正しい方法が学べた今回の仲良し動物フェスティバル、命の大切さとともに動物を理解する重要性を再認識できる場となっていました。ジャミー君、動物は非常に飼っていると家族の一員として癒されたりとかそういった効果があるんですけれども、残念なことに動物愛護指導センターには飼い主さんが最後まで飼えなくなってしまったワンちゃん猫ちゃんが多く収容されています。飼い主さんの方に伝えたいことは、責任を持って最後まで動物を飼っていただきたいということをお伝えさせていただきたいと思います。動物愛護指導センターでは犬、猫の正しい飼い方、しつけ方などの講習会のほか、犬や猫以外の動物についても相談を受け付けています。また譲渡できる犬と猫の情報もホームページでお知らせしています。犬や猫を飼う前に生涯にわたって面倒を見ることができるのかよく検討する必要があります。またペットと楽しく過ごすためにも正しい飼い方やしつけなどについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。では最後にお知らせです。11月6日日曜日、運動公園で船橋健康祭りを開催します。12回目を迎える今年は触れ合いをテーマに、会場では血圧や体脂肪などの測定のほか健康相談など様々なコーナーが用意されます。また今年も赤ちゃんがハイハイなどで競争する大人気の赤ちゃんダービーも行われます。当日は食育や健康に関する歌やダンスなども披露され、健康づくりに役立つ様々な情報を得ることができます。ぜひ会場にお越しください。それでは今週はこの辺で失礼します。